令和6年3月29日、ザ・ Q&A メンバー限定ライブその2です。はい、では引き続き、上田都議スペシャルやっていきたいと思います。その4です。お願いします。デフリンピックバッジ、聴覚障害者に配らなかった件。はい、上田さんの X です。はい、デフリンピック、視聴障害者のための国際競技大会。デフリンピックって言うんですね、それを。はい、バッジを10万個も作成しておきながら、5万人いる当事者に配られていないことを正した瞬間、都内全地方議員には配って、そうなんです。全聴覚障害者。障害者に渡さない。はい、誰のためのデフリンピックと。いうことなんです。はい。これちょっとさ、はい、何がどうなったんですかこれは。これデフリンピックという聞き覚えのない方もいるかと思うんですけれども、はい、聴覚障害者って生まれた時から一切聞こえない方もいれば中等の方もいらっしゃいますし、難聴の方も講義では入りますけれども、うん、そういった方向け、そういった方々のための、競技会なんですね、うん、運動を中心とした。オリンピックと大きく違うのは、これはろうの協会の方が主催で、役所がとか国とかがかかってるんじゃなくて、当事者団体が主催をして、それを応援する形だということを取ってるんですが、小池知事はのこのこ出てきて、2025のデフリンピック開催に向けましてって言って、で東京都でこのエンブレムが決まって、これも別に東京都が作ったんじゃなくて当事者の方々が作って、でこれを確か150万円ぐらいで10万個配ったのかな、作ったんですね。私そこでまた電通とか何かに中抜きさせてんじゃないかと思ったら、一応主催者ではないのでバッジだけを作ったと。そのぐらいはやってもいいんだろうと、150万だったと思うんですけど、ぐらいだったと思うんですけれども、でそれは10万個作った、だけど結局私は都議だから、一番都議に最初に配られ、で次がいろいろな区市町村の東京都内のですね議員に配られ、全員ですね、それで私それ持って地元の、通訳の方とか手話通訳の方とか、私団体とかいろいろご縁があるので、そしたら聴覚障害者なんか新聞があるんです、それで見かけたけど現物見たことないとか、もらえるんですかみたいな形で、もらってないことが判明したんですよ。で私はそのお譲りして、自分がつけるよりもまずは当事者だと思って、で調べたら10万個も作っていて、要するに同学校とか都立のですね、教会とかそういったとこを通して欲しけりゃやるよという体制なんですね。なんかそういった地方議員だとなとかって人たちが、こうシンボリックにつけるのは要するにやってる感ですよ、障害者に、なんていうのか、理解のバッジ、多分ユリコもつけてますよ、障害者の理解とかって言ってやるんだけど、で地方議員も気づかないのって自分は思ったんですけども、全部私も地方議員の友達にでもらったよとかっていう形で、で調べてみたらば、区市町村の各種スペースイベントを通じ幅広く配布していると、それはいいけれども、で当事者はって言ったら、全日本ろうあ連盟や、東京都聴覚障害者連盟など団体や都内のろう学校にも調整の上必要数を渡しているということで、全部渡してないんですよ。だから機運醸成って自分たちのやった感だけなのっていう話なんですよ。で小池知事も一応ダイバーシティって言っているから、2025年で知事選があるじゃないですか、ここ自分を飾る一つのなんていうんですか、イベントとして10万個作ってやった感出して、だけれども当事者には渡してないということで、私はもう大体地域に教会もあるし、あと区市町村の障害部とかに渡してしっかり渡せよということを強く求めました、そんなことばっかり役人っていうのはねやったか、でもここおかしいぞっていうのが多分我々の仕事なのに、多くのね都議たちはデフリンピックは来年にしまい、その素晴らしいお取り組み知事の所見を伺いますっていう変な質問して、私が10万個作ったけど当事者に配ってないんですけどって言ったら、議場がシーンとしちゃって、さっきすげえ持ち上げたいいなあらみたいな感じ、そうやることやるの好きなんですよ私本当にあんなもうバカみたいな感じで税金もらってね、
知事褒めそやして、で分かった分かったどうしたとかって、うん、取ったのはいいけど配ってないのよ当事者に言ったらさ、いろんなね支援者だっているんですよ、障害者の支援者、びっくりしますよ。もういやそれ今からでもいいから配らなきゃダメでしょうね。多分、うん、結構話題になってるんで、ひいひいながらやらそうと思いますけどね。ね、はい、うん、はい、いや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 、なんだかもうね、せっかく作ったんだったらね配らせなきゃダメですね。しかもだからその都の主催じゃないじゃないですか、うん、当事者団の方々の主催なんでしょ、はいはい、そうです。でそれに対して支援する日本ろうあ連盟ですね、うん、はいはいはい、だったらそこにね、はい、そう渡してね、はい、うん、で要するに障害者、まあ、福祉局の方で障害者担当部署なんて山ほどありますし、うん、職員もいますし、うん、で何のためやるのって言ったらやった感と、まあ、こうして知事がねこうやってパチ作りましたって串田さんに配ってって言っても、うん、よろしいみたいな感じであって、これが頭のはっきりした知事だったらそんなことよりも当事者にちゃんとどういうルートで渡すか区市町村と調整しなさいって言えば役人もやるんですよ、うん、別に皆さんいい大学出てね、うん、あのちゃんと基本的には毎日その障害者福祉にね携わってる課長も係長もいるし、うん、区市町村にもいるし、いくらでもそれはその私がもしも知事なら私を取り立てるんじゃなくて、もう何としてでもご本人に渡すようにちょっとアイデア出しなさいよって、それのために予算を出すなら私はありだと思うんですね。だから絶対当事者なんて関係ないんだなっていうのが分かりました。はい、で連盟の方もこんなの作って請求書が回ってきたらどうしようって声もちらっと聞いていて、うんうん、それでそこも含めて聞いたらば、あのそこは都が負担して請求書はあの回しませんっていう感じだったんですよね、うんうんうん、これ平井さん思うけど、ええ、そこ無駄な金ね、あのプロジェクションマッピングだの、まあ、もうこのピンバッジでも何でも、はい、うん、もうそういうの全部ね、あのじゃあ、都内の電気代の低下につなげるように使うとかね、うん、もうなんか工夫してちゃんとお金投入すれば都民の生活もっと楽になるんじゃないかと。いやそうですよ、本当なんですか、ね、バッジ代分かりました、自分のせいで450万円でしたね、450万円ですか、はい、はいはい、でもね、せっかく本当にねお金かけて作ったんだったら、もうとにかく無償であの当事者たちができるようにしてね、そうで、何このバチって言ってみんなの関心を、そうなんです、ですよね、その手話をね日常してる方がこのバチをつけているの、うん、手話されてる方なんとなく目がいくじゃないですか、うん、そこでその方がバチをつけていくことで、ああってつながって、デフリンピックって言ってもなかなかあのすぐにオリンピックなら分かりますよ、うん、あのパラリンピックなら分かるけど、でパラとどこが違うのって、でパラリンピックとは別で聴覚障害者だけだっていうこだわりで自主開催をしてきたっていう歴史的な背景があるんですよ、その、うん、なんていうんですか、オリパラの機運に乗らずに地道にあのなんていうんですか、障害者当事者に寄り添う、彼らは彼らのすごい気あのなんていうの、あの気概とか持って自負心があってやっているのに、そこマウントしてきて、いかにも党が主催しているように見えるでしょ小池さん、うんうん、そうです、100歩譲ってもいい、それでもバッジはあの議員たちに配って、あんたたちちょっと やる気出させて、うん、やったから出しなさいみたいな感じですけど、議員がつけてたところで何バッジかかんない、なんかそう、ね、プロジェクションマッピングに通底する発想があるような気がする。そうですね、うん、もう通底する都民への愛とか都民の幸せとか障害者の幸いっていうのは全くなくて、まあ、バンバンイベント打って、うん、まあね、今回は電通は通してませんけれども、まあ、多くはそういった代理店儲からしておしまいみたいな感じになっていく、だから、ね、コスメティック、そのね、なんか自分だけこう化粧して綺麗に見せてるっていう、はい、味がしてしまいますね、はい、次行ってみましょうか、上田都議スペシャルその5、さっき5と言わなきゃいけない、ね、はい、都立校不適切指導重大事故、はい、上田さんの X です、小池知事が全然チルドレンファーストではない実態、はい、都立墨田工業高等学校不適切重大事故裁判を傍聴しましたと、はい、2016年都立墨田工業高校で愚かな教員が危険な飛び込みを強要し、これを頸脊椎か、はい、損傷をさせ生涯にわたる重度障害を負わせた事故を風化させてはなりません。本日は当相手取った裁判の傍聴に来ております。これは不適切指導ではなく犯罪行為に等しいと考えて長年追及していますが、この間このお母様が亡くなられました。そうなんです。教育現場で家族の人生を無残にズタズタにした小池都政の責任を思い、
小池知事は争わず真摯な損害賠償に応じるべきですと、これはとんでもないことがあったんですね。危険な飛び込みを強要した？はい、あのですね、はい、実はこれ墨田工業高校で、ね、なんとなく飛び込みがね苦手な子供がやってしまった、実は水泳部の子だったんですね、うん、はい、で、あの体育が2時間続いていて、うん、急に思いつきでプールってあの水がある程度満たさないと入らせていけないのが、水が浅いまま体育教師の思いつきで、はい、じゃあもう2時間目は体育だ、あのプールだって急に言い出して、ですので水着持ってない生徒もいたんですよ。でも、うん、もう幸か不幸か、まあ、不幸なことにあの水着を持ってたんですね、内川桐生さんは、うん、その被害者の、うん、そこでそれでも危険なのに、浅いのに危険なのにデッキブラシを持ち出してこっから飛び込むって言って首を損傷して、それも教師は見てなくて友達が引き上げてあげて、でももう二重三重にひどいんですね。でこの教員は未だに謝ってません。で3億8000万円で、これが私が傍聴前なんですが、あのまあ歴史的な3億8000万はほぼほぼ認めて、4億求めてたんですけど、うん、ほぼ認めて都が惨敗という結果になったんです、うん、で、あの争うかなと思ったんですけど、争うなって当時あの前は言ってたんですけど、争わないってなったのが、この件はもうずっとしつこく、私2016年だからもう小池都政になってから発生してるんですね、うん、でずっと言ってるんで、その前になんで私がプロジェクションマッピング50億だ、うん、こんな無駄遣いって言ってるのは、50億プロジェクションマッピング毎日2000万円、うん、あの私のテラス女優ライトのプロジェクションマッピングに7億円今年だけで使えるのに、うん、高校生を都立校の現場で生涯障害者にさせといて、うん、3億8000万払わないのかっていうので、ずっと私はそこで、うん、もうここでもしも争うってなったら、ゆり子選挙前だからもう三井にも聞き切れないとか言ってるぐらいですから、うん、もうこれは私も戦略的に動いて、プロジェクションマップに払うなら都立校に払え、都立校の子のね、うん、内川さんに払いなさいよっていうので、珍しくゆり子これ払わない大変なことになるわっていう感じで、結局自己都合なのかな、だからそこを、うん、あの単純ですから利用してやると、うん、る払うと。で、そうですね、東京都に被告、はい、ちょっと待って、これ被告じゃない、あ、ごめんなさい、これね、原告です。ああ、そうなんです、ね、すいません、はい、被告に損害賠償を命じましたって、これは原告って入れようと思ったら、ちょっとカッコ内に原告っていうのは当時っていうのはちょっと抜けちゃったので、ね、もっとこれが、はい、あとは小池知事が支払うだけということで、都庁を照らすプロジェクションマッピングに17億かけられる予算があるのだから、将来ある青年の未来を都立高現場で奪ったのだから、よもや控訴はしまいかと。監視してください。これ控訴はしない、しなかったです、確定しました。これは結構解除ですね、うんうん、で これから私はその教員も3億8000万のうち南部が教員にも負担させようと、大阪桜宮高校、うん、あのバスケで、ね、うん、あの自殺しちゃった男の子は教員にあのちゃんと請求書を、まあ、そこは大阪ですので請求をしたということで、私は都に請求しろと、うん、これ事故の詳細は NHK が報じているようですが、はい、プールの授業が奪った少年の未来、僕は壊れてしまったと。この子ですね。その当時はこんなね、今私 もう彼にね、私はね謝りに行きました、あの家まで行って、うん、ようやく何年かして記者さん通じて会えたんで、うん、誰も謝んないんですよ、教員も謝んないし、人も謝んないし、で本当申し訳なかったって言って、はい、これ自己直後でもう本当に気の毒な、もううちの息子とどうせ、これだけど要するにプールに飛び込みっていうのは、そのプールサイドから、はい、飛び込み台から、はい、で水がだから十分になかった、はい、半分ぐらいでした。でなんで飛び込むんですか。それは教員がもうバカだから、もう愚かな教員、飛び込んだのは彼以外にもいたんですか。はいはいはい、で危ないヒヤヒヤしてるところで彼が、あのもうちょっとあゴキっていった角度が、そうなんですよ、だでデッキブラシがあるからちょっと避けようと思って、本当はデッキブラシに当たってもいいから飛び込んじゃえばよかったって言っても、ギャギャ触んなよデッキって、もアホな教師が言うから、もうそういった感じで大怪我になって、それとも刑事責任、一応刑事罰は罰金100万は食らったんですけど、都立校も辞めないし、桜の宮は教員は辞めました、あの大阪の。辞めなきゃダメでしょ。そうなんです、ね、懲戒処分は、でもそれがまた当たらないんですよね、重大事故だからって言って懲戒、免職は犯罪行為、これも犯罪ですけど傷害だから、まあ、レイプしたとか人盗んだとか殺人だとさすがに一発で終わるんですけど、うん、なかなかこの首にするまではいかなくて、うん、
でもそれは重大だからこれも割と騒がせてもらったから世に出たけども、うんうん、これ誰もやりますよ。共産党も立憲民主党もいわゆる全共自治労、うんうん、日教組ついている野党なんかは絶対やんないんです。のあ、教員が日教組だって公務員の味方のためにいるんだから左右あの左はね。あ、そこは私がすごく許せないところなんです。これはかわいそうですね。本当にひどいですよ。でしかもね、彼は東京都の交通局に就職が決まってたんです。あら、でも障害この重さが持ったからその、まあ、内定が取り消しになっちゃうって。でお母さんは、私最初お母さんとやり取りしてて、うん、あの実家ね、あのなんていうんですか、レストランっていうか小料理屋さんをやって上で暮らしてっていうんで家を買って、あの内装をやってる時にこういう事故になったんで、1階は全部あの息子さんがこうへこ移動できるような部屋にリニューアルすることになってしまって、で連絡お母様取れないなと思ってたら、まあ、ちょっと LINE で今時なんで息子あの内川桐生さんとはつながってたんで、母の分になりました。教員謝らないんですか？謝らない、本人に謝らない。手紙を書くとかなんとかいろいろ私文章してます。まだ謝って。でもその実名公開した方がいいんじゃないですか？本当にここまで出ますって言いたいぐらいですよ、うん、本当に、はい、ちょっと人としておかしいよね。いやもうね、それを守るのが日教組とか共産党の仕事なんですよ、うん、私はだから野党って嫌だ。打ってますね、はい、そんなあの教育委員会なんか傍聴行くと、まあ、懲戒処分とか言うと不当懲戒とかっていう その、うん、そういうなんかね、そういうし、で何なの、あの9なんていうの9条なんとかって教育で言ったりとか、うん、あと日照期上げるなとか君が訴えなってことにものすごいエネルギーかけるくせに、うん、ああいう教職員組合って、うん、こんなこれこそやらなきゃいけない、うん、もうみんな教員のつまりそのイデオロギーだけでね、そう本当の子どもの安全とか命のこと考えてないないですよね。ないってことですね、うん、はい、うん、じゃあちょっと残りの時間、これも一つちょっと、まあ、ちょっとね、信じがたい、上田都議スペシャル6、外国人無担保保証融資。無保証なんですよ、ちょっとありえない、外国人無担保無保証融資1500万で、はい、千代田区議になった白井さんが、はい、結構あのバズっていただいて私が調べております。はい、拡散希望ということで、コロナ前は18億円も計上したので当然お姉は予算反対しました、はい、指摘を続けたところ半額となるもさらに監視し、わずか3件1800万円しか利用されてないことを独自に確認し中止を求めるもまだ続けるという分販物の外部委託費は約1億円、はい、答弁漏れにて独自確認と、はい、で利用金額より経費が高いことが判明。そう、外部、何を外部委託するんですかこれ。だからあの香港ブランチのコンシェルジュみたいなのを置いてるんですよ香港に。100歩譲ってもシンガポールだと思うんですけどね。それだから外国人じゃなくて中国人向けですよっていうことですよね。香港に置いてるんですか。そうなんです。香港なんてもう完全に中国の一部です。そう、ますますそうなっちゃってるじゃないですか、うんうん、そこからあの無保証融資だけじゃなくて支度金とか、あと何家探してあげますよっていうぐらいもう顎足つきで、それで白井先生がわっとやってくれたように、あの、まあ、代償屋みたいのがあって日本のすごい緩い融資があるよっていうので、まあ、代償屋っても昭和しか知らないですよね。あの、まあ、そのぐらい外国人の方が日本の福祉に詳しくてすごく利用するんですよ。江戸川区民はもうそのちょっと文字読むのがめんどくさいって言って福祉に恩恵あのあれしない人と比べて外国人はもう本当にやっぱり本国と違いますからね。外国人、中国人ね、うん、まあちょっとそこはあれ、うん、そうだったでしょうけど、でとにかく1800万しかないならこれの是非はあれでも、これは使用されない事業だからあの事業仕分け的なものです、うん、廃止すべきなのに、うん、まだ続けるっていうんです。いや平井さんね、これその、例のコロナのパンデミックでもういっぱい飲食店も潰れたし、はい、相当なダメージがあるわけじゃないですか、はい、でそれに対してね、わざわざ香港にそのコンシェルジェを出して、うん、そして、外国人ということ、これも要するに中国人ですよ。そうですね。にこの、うん、無担保無保証融資をね、日本人向けはないです、無担保無保証、うん、どっちかはありますよ、無担保だったり無保証どっちかはあっても、オアはあってもアンドはないです。
それも完全に頭おかしい。そのこれ誰かに言われてる、ね、これもひろゆきさんもね、ツイートしてくれてすごくまたそれも広がったんですけど、はい、おかしいでしょ、無担保無保証なんて、ね、あの贈与に近いですよ、はい、これもう持ってき泥棒で本国書いたら回収できず都民が補填することになります、本当ですよ。いやいやいや気が狂ってますね、はい、これで次はダイヤモンドクラブ、あ、もう一本あるのか、はいはい、わかりました、はい、はい、それでここは、このセッションはここで終わりまして、はい、もう一本行きたいと思います。探せしました。上田先生ここでご退場ということで、はい、はい、寂しくなりますが、すいません、はい、お探しました。またこれに懲りず、またお声掛けください、ま、はい、はい、ネタはつきませんので。そうですね、はい、はいはいはい、このまま朝まで朝まで上田スペシャルとか本当に、はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。